ヒゲネはチガイソウは、ナデシコカはチガイソウ属の多年草。小型の多年草。防水状に飛行した根が1から4個あり、細いヒゲ状の根もある。茎は単生するか、多場性し、分子しないで直立して高さ10から20センチメートルになり、2列の短毛が生える。葉は、質が薄く、上部と中部以下の2型がある。上部のものは2体が接近して十字状に、 体勢してつくため、臨性状に見え、高大円型から高円形で、長さ4.5から8センチメートル、幅1.8から3センチメートルになり、先端は、A 頭から A 戦闘で、円は波打つ。中部以下の1の4体の葉はまばらに体勢し、線上減ら形で、長さ2.5センチメートル、幅0.3から1.3センチメートルになり、基部が狭まり、基部を除き両面に毛はない。 花器は4から5月。花の小道は約1トル、1個が茎先につき、花柄は細く長さ2から2 5トルになり、毛はない。学片は5から7個、線上皮信型から大円状皮信型になり長さは4から6ト、mm、ル、先端は A 頭になり、背面に毛はない。花弁は白色で5から7個、線上ヘラ形から頭皮信型で、 長さ5から8ミリメートル、先端は A 頭でへこまない。湯水は10から14個あり、約は暗赤褐色になる。下中は2から3個ある。果実は果てとなり、やや休憩で、計約5ミリメートルになり、散列するか解列しない。種子は褐色で、円形から平田円形で扁平、計約2ミリメートルで、円錐状突起がある。下部の溶液に、 少数の平下げがつく。上部の葉が十字状に耐性する様子は、同族の和田草に似るが、本種の花柄には、毛がなく、学編と花びらが5から7個付き、花弁の先端が二列しないことで異なる。また、本種の上部の葉の遅春から夏型は、下の写真のように幅が広くなる。日本では、本州、四国に分布し、平野部の丘陵地から、 産地の夏緑林の林内や林園に生育する。国外では朝鮮半島に分布する。髭根は違いそのの髭根は、髭根の意で、わ違いその仲間で主根に細い髭状の根があることによる。ありがとうございます。